とあるインタビューを受けましてですね、若者についての話なんですよね。引きこもりとか自殺とか、まあずっと続いてますよね。で、そんな人たちがね、9月、まあ夏休みが終わると、自殺率が上がるっていうね、その件に関してね、どう思うのかみたいな話を聞いていただいたんですよね。その時の私がですね、非常にロックになっていたっていうか、普段抑えていた怒りがね、やっぱどうしてもね、この問題に関して出ちゃうんですよね。で、えー、語気が非常に荒くなってですね、バカを連発するというね、 攻撃的に言ってしまっ 出てですねせっかくだから見てもらおうかなと思って。なんでかっていうと、割と全方位に気遣いながら喋ってんですけど、この会に関しては、若者に向けて、直接ね、特に10代、20代の人たちに向けて、お前は間違ってないんだぞっていうことを言うっていう、そういう話なんでね。で、一方で何が間違ってんのかっていう話をしてるんですよね。その時に何十年間にもわたって溜まってる怒りがですね、やっぱこう、チラチラ出ちゃうんですね。それが司会の方がね、うまいんでね、ついついその乗せられて、ガンガン言っちゃってるっていう、ふざけんなっていう人もいるかもしれない ですけど、まあ、せっかくだから見てもらいたいなと思いましてですね。なんでかとつうと、今へこんでる人に聞くんじゃないかなって思ったわけですよね。成功性よりもパワーで何かが伝わるっていうか。例えば今回、学歴ね、完全否定してるますけど、昔からはまあ否定してるんですけど、評価主義とか能力主義とか、バカじゃないのって言ってるんですけど、そうは言ってもね、実際にその仕事ってのをやろうとした時に、ね、学歴が高くないと損をするんだぞっていう意見を重々承知の上なんですよ。それら大人の意見も重々承知の上で死のうとして。 てる若者に対して、えー、俺言ってるんでねそれをちょっと考慮した上で大人の人は見てもらったら、えー、嬉しいですっていうことですそして、えー、若い人にはね是非、ね、俺の本音を聞いてもらおうと思いまして山田玲司の言い過ぎ編ですねそんな感じで最後まで見てもらったらちょっと面白いんじゃないかと思いますんでよろしくお願いします趣旨を説明させていただくと2年前に9月1日の君へというシリーズを私の YouTube チャンネル未来に残したい授業で放映しましてそこでは7名の 方々に若者の自殺っていうのをどういうふうに考えたらいいかとか、まあ、今悩んでおられる皆さんにどういうことが言えるかっていうことをお話しいただいたんですがそれを今回今年の9月1日に間に合うような形で書籍化を考えておりまして進めている次第です。でですね9月1日っていうのはまあ新学期2学期の始まりの日なんですよね。でそののの日がが番年間の中でで若者者自殺者数が多いといととうことで、うん その理由っていうのは。 多分、夏休みがあって、休んだ後に、また始まるのかと、また行くのかという絶望も大きく関係していると思うんですが、自殺してしまう若者が増えている、どんどん増え続けているというか、読売新聞の調べによると、2022年の自殺者数は、小中高で514人ということで、初めて500人を上回ったっていうことでした。で、大学生を合わせると、1063人で過去最多ということ 全然減っってててなないいいいとととううか問題は大きく深刻になっているののが私の実感としてありますレイジ先生に今回このテーマでお話を伺いたいと思ったのはイジ先生は常々 YouTube などでこの社会やシステムのおかしさっていうのを発信されていて私はそれにすごく元気づけられるというか多分悩んでる人たちって自分がおかしいんじゃないかと自分の考え方とか性格とかこういうふうにう。 に感じじちゃゃうううそれががおかかしいんじゃないいいんんなって風ううに考える方が多いと思うんですねで私自身も過去そうでしたし、ただ、イジ先生の視点は、違うんだと、この社会は行かれてるというか、おかしいし、うん、っていうことを、ずっと年単位で、昨日今日始めたことじゃなくて、そういうことをおっしゃり続けてくださっていて、それはすごく若者にとって希望となるというか、自分の問題だけじゃないんだっていう風に考えられることが、すごく大きいなと思って、 今回オファーいたしました。早速ですが、はい、レイジ先生が発信してる、まあ今は暗黒期だとか、時代は、はい、 分断を迎えているとか、バラバラにされてるっていう、そのあたりについて、この社会とかこの時代のおかしさをどういうふうに感じているかというところから伺っていけたら幸いです。あのね、ずっとおかしいんですよ。ずっと。<laughs> うん、戦争前からおかしいじゃないかな。正しい時代があるっていうのがもうそもそも幻想で、ちょっと戦後に我々の社会は正しい方向に向かってるんだっていう幻想があったっていうか、う思いたかったんでしょうね。戦争でひどい目にあったんで、豊かになることがイコール、成長イコール、幸せな社会。 みたいな。その擦り込みで、そのまんま止まってるっていうので、問題がでかくなってるっていう地獄に今突入してるっていうか。か例えば、ずっと道路工事してるじゃないですか。うん、あれ、先行復興までやってるんですよね。<laughs> ずっとそれを続けなきゃいけない方みたいなのが来て、うん、そこで既得権益で身動き取れないですよね。教育もそうなんですよね。まだラードセルしょってんのも、そうなんで、変われない国なんですよね、この国ってね。殴られて殺された。焼け野原になんないと変われない国っていうか、それを待ってるか、逃げるかっていう話じゃないですか。 それであの世に逃げたいというのが自殺だと思うんですよね。それをでもちょっとあのやり過ごすっていうのもあるよ。なって話はあるんですよ。で時代の韓国の話で言うと、特に戦争中ね。戦争中の社会は今の教育では間違ってたってずっと言われてますよね。 ののために死ぬのはおかしいってみんな、その感覚を共有してたじゃないですか。またそっちの方に行くことしてますよね。どうも時代がね。でも僕が教育を受けてた時期っていうのは、戦前の日本っていうのは、もしくは戦中の日本っていうのはおかしいな国だったっていう,うに言われてて。それでそれはまあ、命軽かったんですよね。うん、でその命が軽いっていうのは、役に立たない人間は死ねっていう。とにかく役に立つために死ねみたいな。それって実際戦後も変わってないですよね。だから役に立たないと死にたくなるような仕掛けになって うん、でもそんなことないよ、みんなに価値があるんだよっていう時代があったんですけど、世の中のその不景気が治んないもんだから、助けてくれる人いないもんだから、それを受けて教育されてきた人たちがね、助けてくれるもんだと思ったら助けてくんないから、なんちゃったんですよね。うん それが氷河期世代ですよね。バブルの頃に世の中が明るくなるんだなと思いながら子供時代育ってて、気がついたら暗黒期に突入して誰も助けて、<laughs> その時にはもう家族もバラバラでしたからね。だらその時に心がすさんた人たちが今の空気作ってるんですよ。それはコスパ主義ですよ。評価主義とかね。結局、ぶっちゃけっていう文化が蔓延してて、使えないやつは死ねばいいっていう、この空気っていうのが、非常に子供たち一人一人を殺しにか,かってるっていうか、それを暗示にかけられて、暗示なんですよ、これ。 <laughs> 全部嘘ですからね。うん、全部嘘で、全部呪いになってて。うん、だから、俺は基本的に今、もっとばらしく言われてることは信じてないですよ。信、うん、じちゃった人のこと信じてます、ね、<laughs> だただ、今はその世の中全体の空気が支配してるんで、自分でちょっとおかしいなと思っても、みんなこう言うからってってで、それでまあ、自分はダメなんだなんつった、うん、っていうような追い込まれ方をしてますよね。とても気の毒だなと思います。調べによると、うん、原因、動機別で見ると。はい 上から順に学業不振や進路の悩みっていうのが、まあ、一番若者の自殺の原因動機で昨今では多いらしくて、<あ>ついで友達との不安、ついで あ精神疾患というか病気の問題、そして親子関係の不和っていうことらしいんですね。これそれぞれどういうふうな考え方だとか働きかけ方ができるかっていうのを多分、レイジ先生だったらメッセージ寄せてくださると思うので、上から順に学業不振や進路の悩み、 っていう点について、それで悩んで、まあ自殺まで追い詰められてしまうっていう、思ってらっしゃる皆さんに向けて、どのようなことが言えるかっていうのを伺っていきたいんですけど。うんうん、えっ、ー、とね、もうバカにしたらいいと思う、学校を <laughs> で。学校の成績っていうのをまずバカにした方がいいと思う。で、学校の成績で評価してくる人間をかわいそうだなと思ってた方がいいと思う。古い人だから、すごい昔の人だから、うん、それ言ってる人って。で、そういう人たちは、その呪いにかかってない、溶けないの。だからね、議論してもしょうがないんだよ。成績のいい大学に行ってたら偉いと思ってる人と、 あんまり議論しない方がいいの。向こうがね、押し付けてくるから、それで、あなたのためを思ってとか思ってるの、本気で。でも、その問題は根深くって、うん、でもね、言葉が下手なね、うまく使えない子供たちがね、相手にできる相手じゃないんだわ。うん、完全に洗脳されたバカな大人が言ってんの。成績が良ければいいって。大嘘。<laughs> 成績なんかどうでもいいし、俺ひどかったから、成績。でも関係ないよ。すっごい幸せに暮らしてるし、俺そういう人間いっぱいしてるし、むしろその逆でね、学校に行って、 で、しかもそれを他者に押し付けんの。自分の不幸を。これは気の毒。だからどっかで止めなきゃいけないんだけど、だ、先生間違ってるよなんてやんなくていいから、親間違ってるってやんなくていいから、ありがとうございますって言って、かわすってことだと思うよ。まともだな、この人って思ってる人を自分の頭で選択していく。で、違うなと思ったら離れていいから。どん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 ,どん、うん そんなの大半はバカだと思った方がいい。俺は7%ぐらいだと思う、まともなこと言ってる人。うん,う,んうん。それはマスコミとか出てない。ほとんど出てない。マスコミ出てる人たちは演じてるから。有名人とか、タレントとか、専門家とか、ついたら怪しいなと思った方がいい。うんうん、また、あ、言ってやがんなと思って。 ありがとうございます。つって、これは Z 世代得意だから、得意なやつ使って、生き延びろっていう、これは全編にわたるんだよね。学校の成績だけじゃなくて、ルックスもそうだし、生まれた地域とかね、どこで生まれたとかね、田舎で生まれたとか、都会のどこで生まれたとか、そんなことで人を評価してんでしょ全部バカが言ってるからね、バカが。<laughs> だから、それは本当に本質的には全く関係ないんだよね。人間の価値何かって言ったら自分で決めたらいいんだよ。うん、俺は面白いとか、くだらないこと考えられるんでも全然価値なんだよね。だって本当にそれ それで生きていけっかんね。うん。本当に生きていけんだよ。バカなことを考えれてんのも生きていけんのね。うん それで人を幸せにできるから。だから、学校で今常識とされてること、うん、社会で常識とされてることは相手にしないことじゃないですかね。うん、その評価主義が行き着いた先というか、導いた先がこの失われた30年じゃないかって私はすごい思うんですけど、<laughs> 学歴エリートとかをたくさん輩出して、何かすごくイノベーティブなことが生まれたって。その主義で子供の頃からね、子供時代を楽しめないで、塾に行ってた連中がね、ここ 心は病んででいるわけですよ。こ、うん、人たちが高学歴になって支配階層に回った時に他の人たちどう見るかっていうとあいつら遊んでたからなって思ってるんですよ。うん だから今度は俺たちが楽しむ番だって言って、これ社会はね、分断してるんですよ、最初の時点で。どこで分断してるかっていうと、塾に行ったやつと行かないやつで分かれてるんですよ、最初に。うんうん、そこで耐え忍んだっていう人たちが、豊かな心を持ってればよ良かったんですよ。うん、そうじゃないんですよ。恨みを抱えてるんですよ彼、彼、うん、ら。だから、そっちのこの問題を解決する一つの手口、その道としては、彼らに愛情を与えることなんです。うん、<laughs> その塾に行ってた人たちはみんなで愛してあげることが、まず一個。 それは私本当にすごく同意というか特定の個人とか特定の層が悪いっていうよりも、うん、もうこの仕組みによってどんどんそれが排出されてしまうというか強化されていってしまうみたいなそういう感じはね、うん、受けますよね。で苦しんでいい大学行ったお父さんお母さんが子供にも同じことさせるんですよね。って。で俺ができたらいいなんでお前できないかったんだって、うん、このパターンも最悪です。人違うんで、うん 時代も違うんですよだから同じだと思って子供に押し付けて子供をぶっ壊す,っ壊す子供が学校をぶっ壊すんですよもしくは引きこもるどっちかですね最悪ですよだから今本当に気の毒でしょうがないですよ